さあ、旅の始まりです。今回はもつ鍋、水炊き、博多ラーメンを筆頭にご当地グルメが豊富な福岡グルメ編。元在住者でもある私が帰省時に訪れた地元グルメをご紹介します。皆さんは福岡に行った時にはどんなお店に行かれますか？もしよかったらコメント欄で教えてください。私の場合、必ず行きたいお店もありますが、新店をリサーチして訪れるのも魅力かなと思っています。あ、ウエストには 100% 行っているな。飲む場合、酔う場合、3時まで、いいや、5時まで。乾杯。それでは、スタート。
こちらのスープが、でも正直Thank you.